えー、それではですね、第23週目、6月3日から7日までの週間見通しをテクニカルの形から見ていこうかと思います。いや、はっきり言ってね、ちょっと今週はね、先週までと違って難しいですよ。えっ、ー、と、157円台からスタートするんですけども、これがね、まあ、今までの調子でいくとテクニカル的には158円の方向に、つまり上昇トレンドに乗っかっていくでいいんですよ。 ただやっぱりこの辺りからね、やっぱり160円の領域、要するに介入の領域っていうのが入ってきますんで、多少投資金額にブレーキがかかってくるのかなと思ってます。それをね、加味するとテクニカル一本で考えることはできないかなっていうところはあるんですね。ただやっぱりテクニカルだけで考えると上昇トレンドに向かうんで、158円に乗っかるだろうという、まあそんな前提でございます。まあそういうふうにね、突き足っていうのが見えてくるわけですけども、まあその中でも、 これ、突き足に限って言うとですね、だいぶ帰りが進みましたんで、ここで一旦、下の方に下がっていくのはまあ、あり得るかなと。ただ、その中で今、下火を出して大きな陰線が出てますよね。これがね、えー、2ヶ月続くのかどうかっていうところまでは、これはわかりません。えー、ですんでね、158円に向かうのか、156円に向かうのか、ちょっとこれは判断つきかねるんで、週刊トレードをお考えの方は、 今回は控えた方がよろしいかと思います。はい。そんなところがね、突き足で見えるかなっていうところですね。はい、じゃあ、週足の方を見ていきますね。週足はといえば、こちらになります。はい。週足も相変わらず上昇トレンドを書いてるわけですけども、週足に限って言うと、帰りが進んで、こっから、こちらの方にね、くっついていくんだよなかろうかと。上昇トレンド中の一時的なあ下落ということです。えー、その他はね、 こう上昇前後、パーッと移動平均線が開いた状態、ここと同じような形ですから、まだまだ上昇に向かっていくと思われます。158円の方向にね、うん。で、今週に限って言うと、これは156円の方向に向かう降参が大きいかなっていうのが見方です、はい。次はデイリーですね。デイリーになってくると、もうこれは6月の3日のトレードに関わってくるんですけども、ほら、デイリーだと結構くっついてるでしょ。 だからこっから上の方に向かうように判断できるわけですよ。月足、週足と日足と全然見方が変わってくるでしょ。だから私たちは、まあ、日足でトレードしてるわけでもないんで、週足に関しましてはね、週間トレードに関しましては、ちょっと今回はポジションを置かないって考えなんですけども、日足以下でトレードする方は、倍で、えーまあ、取り組んでいけばいいんじゃないかなってところですね。それでは4時間の方を向いていきましょうか。4時間はどうなってるでしょうか。 はい、4時間は移動平均線の上に顔を出した状態なんで、ここから大いに上の方に向かうことが考えております。で、えー、天井がこちらですから、この辺りまではね、とりあえず上の方に行くんじゃないかなということですよね。157円の、まあ、後半の方までは進む。まあそういうふうに4時間軸で考えることができます。まあ4時間単位で四、ね、時間単位ですから、あの、あまり長いスパンではないですけどもね。はい、そして1日足です。 一日足じゃない。一時間軸ですね。一時間軸は上下大きな振幅を見せていたわけですね。こういうふうにね。ガン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 と大きく、ここが一番大きく触れたわけですけども、それが収まってきて、また大きくなりつつあるのが上に向かっているっていうところですね。まあ、こっちの方向に向かうことが考えられるかなってところですで。まずはここをどう抜くかってことを見ていけばいいんじゃないかなと思います。それが6月3日月曜日に、 見えてくることですおそらくこの勢いのまま上昇していくんでここはぶち抜くと思うんですけどねこの辺りまで進められるかどうかってことになるんじゃないですかまあこの辺はね4時間と同じ判断になります、はい、ということで月曜日はねええー、まああのポジションを持つんだったら倍になると思いますよ、うん、あとはしっかり、えー、月曜日ですからテクニカル的には1週間を占う上での動向を見守る形がいいんじゃないかなと思います 6月の第1週目になりますけども気温に立ち返って月曜日は様子を見ていってそしてね火曜日からに、えーまあ、考えを持っていけばいいのかなと思いますけども、まあ、あのこのね23週目の難しいところはアメリカからの材料、ね、この材料によって1週間が3つのグループに分断されていることなんですよね。だからその3つのつグループにに分けてて考えることによって 一週間連続したマーケットというのはできにくいよってことです。まあそれもあってね、週間トレードがしにくい一週間ってことになるんですけどね、はい。まあなんとも今の時点では、まあ曖昧なことしか言えませんけども、まあ月曜日ポジションを持つなら倍、えー、それ以外はしっかりと観察して、えー、3つに分断されたこの第23週目に挑んでもらいたいなってところです、はい。じゃあ、今回は以上です。